実際にその高校からこの大学に入ってのさ、なんかこうレベルの差とか全然感じずにああいう風に開幕戦から行けたって感じ。それは本当違くて、めちゃめちゃスピード感だったりフィジカルレベルの差がすごいなっていうのはめちゃめちゃ感じてたんだけど、まあでも大学に入ってからやっぱ練習していくうちにその環境にやっぱ慣れていくというか、で徐々に自分の良さも出せるようになって自信がついて、まあ、あの開幕戦でヒールリフトができるぐらいまでの余裕が